えー、今週のおまけです今週のおまけは中のの栗本さん、えー、男性30代愛知県の方です自民党総裁選に立候補を予定している河野太郎デジタル総が首相に就任した暁には年末調査を廃止するという主張をしていますが西田先生はこの主張についていかがお考えですか税理士の資格を持っていらっしゃる先生のご意見をぜひお聞きしたいです。バカかと 本当にね、もう驚きましたね。なん,なんで年末調整を、えー、やらなくで、あの確定申告でやるというね意味がわからないんですけれども、この年末調整というのは要するに源泉徴収してますよね。あのサラリーマンの方は。でこの源泉徴収というやり方がまあ、このなかなかすごい仕組みでね。本来は本来は税金は、えー、その最後にですね申告して、えー、例えば 毎月20万ずつもらっていたらね240万それにボーナスがあってまあ300万ぐらいの例えばえ年収があったらえその年収からえ経費を引いてですねでそしてえ経費を引いたもんでから所得控除をしてまあ基礎控除とかね扶養控除とかそういうのをしてでそうしていくとまあ300万の所得収入からえ例えばえ100万円経費があったと。 で200万の所得になりますねでそこからあのいわゆる所得控除なんかがあってそれが、まあえー、基礎控除とか社会保険料控除とかそういうのがやったらまた100万ぐらいあったとそうすると200万の所得から100万引いて、えー、残りの100万円に税金をかけるそうすると大体あの100万ぐらいでしたら10%の税金かかってきますからね、えー、10万円税金払うとこういうことなんですよね。 でしかしそれを、えー、さらにまマンのがみんな毎月毎,毎年毎年,年末でやったらですねそれこそ税務署パンクしますよそれから、えー、申告をしてくれるかどうかも分かりませんそこで税務署がこの今苦しみに考えたのはもう初めからですね、えー、税金を源泉徴収で取っておくで例えば、えー、毎月あの20万 給料をもらっている人でしたらまあ、えー、1万円ぐらいの税金を毎月納めていたら年間で12万円払っていくことになりますよね。でそして、えー、確定申告しなくても、えー、そもそもですね給料を支払っている会社側が、えー、年末調整をしてくれれば。 えー、その年末調整の手間もいらないで、えー、できますとだからその仕事をですね全部源泉徴収をしているものつまり会社側にですね、えー、全部義務をつけてるわけですよ。でそのことによって、えー、税収が毎月毎月ですね で国に収まっ年てて、えーね、あの確定申告にしちゃうとですよ、えー、年度末だけが税金払うことになっちゃいますからね年税金の,この回収も手間でかかるし一時に重なってしまうと会計上もあんまり良くないですからね、まあ、そういう仕組みやってきたわけです。でそれで要するに 国がです、ねえー、これうまく考えた仕組みで安定的に税金を、えー、取ってしかも、えー、納税者にもです、ねえー、有利なようにで毎月あのちょっとずつ取ってる方がです、ねえー、いわゆるあの重税感がこ起こりませんよねいっぺんに年末最後にボンと、えー、払う形になるとです、ねえー、その分のお金をどこかに貯めとかなきゃなりませんから。 そういういいいことともしなくていいとだから、まあ、事業者の方っていうのはみんなそうなんですけれどもね個人事業主っていうのはそういう形なんですけれども、えー、個人事業主のような手間をかけないで給料をもらってる人はそこから引いていく形の方が、まあ、手間も、えー、かからずお互い便利なわけですね。でその制度でですねなんで あの年末調整やめてしまって確定申告でやるという私意味が全然わからないしまあそれは何ぼいくら河野さんが言ってもですねそれはもう絶対財務省はえそういうねえ国にとっても損だし納税者にとってもねあのプラスのところ何もないしでそれからま,あまさにデジタル大臣ですから何か。 えー、他のこのマイナーカードで、えー、申告できるというような仕組みを考えているのか知りませんけれどもねほとんど、えー、それはあの意味がないというよりもこの税金の仕組み分かってるのかなと河野さんという気がしてなりませんまあそういうことであの河野さんは全くですねこれ思いつきで行ったとしか思えないんですけれどもねちょっと驚きましたでいわゆるあの小泉さんね、まあ、総裁選の本命だと言われてるけどこの人も ほとんど物、えー、を考えずにです、ね、とにかく決着つけるとだけ言ってますけれどもね,ね書いたらいいんだと、ね、議論して何もやらないよりももうどっちか決めてやった方がいいんだと、ねまあ、夫婦別姓も含めてですね、まあ、そういうこと言ってますけれども、まあ、河野さんも今回小泉進次郎さんが、ね、出たんで40代前半ですよね一番若い候補者。で あの河野太郎さんも40代の頃からですね手を挙げていたと思いますけども彼も50代後半ですよねでそうなってきた時に目新しさがあのはっきり言ってなくなってきますよねで何か今回は小泉進次郎さんが出るということで目新しい何か改革をこの方もですね大体売り物にしてきましたからでその改革の柱として このなんか税金の話年末調整をみんなにやってもらおうと,という話をしたのかもしれませんけどそのして何が得になるのかが全く分かりませんね国も納税者側もでそれから給与を払ってる会社側もですねこれ何,何一つ得なこと出てきませんよ手間がかかって、えー、面倒になるだけですから今回の河野太郎さんのこれはですね、えー、ちょっともう えー、小泉進次郎と、えー、目新した勝負で何か、えー、きっかけを作るものを出してやろうと思って焦っていったことがますます泥沼に足を、えー、か救われてしまってるというような、えー、感じがします、まあ、あのいずれにしましても私はあのこのお二人の方には、えー、総理大いになってもらうと日本とんでもないことになると思います、まあ、それよりも日本を救えるのは、えー、高市早苗さん この人以外ないとでそして高橋さんが何で私が推薦しているかというとあのずっと言ってますよう、ね、に要すするるに歴史をこの方はあの分かってるわけですよそういう戦争の話もそれから経済の話にしてもですねでもって言えば皇室の話も含めてですねそういう歴史を彼女は見てきたその中で日本にとって大事なことは何なのかと、まあ、そういう柱があるわけですね。 でところが、その以外の方、まあ、特にこの今の若いお二人はです、ね、ほとんどその柱が何もないんですよ、だから、えー、結局、目新しさに気を引くような、えー、発言、政策を提言しているのはいいけれども、結局、本質を見てないので、まあ、必ず失敗するというパターンだと思いますね、だからそういう方に、うん、総理大臣はやってもらっては困ると。 ということで皆さん方にお話をさせていただきました、えー、今週のおまけでした